技術の主審を務められましたプロフェッショナルレフェリーで J リーグ担当審判員の家本正明さんが今シーズンで国内トップリーグを担当する審判員から引退されます。皆様大きな拍手をお送りください。それではここで両チームキャプテンよりユニフォームが贈呈されます。続きまして、ご家族より花束が贈呈されます。